皆さん、こんばんは。キチョリラジオが始まりました。進行を務めさせていただきますのは、井村豪と申します。キチョリラジオ、2つの大きなテーマがありまして、1つ目は、キチョリごとについてお話をすると。そして、2つ目が、非日常。 日常とは少し違う出来事についてお話をすると。一、まあ、つ目の「きちょりごとといいますのはえ、まあ、私が書いた本です。まあ、自分で一つのテーマを決めて、まあ、そのテーマに沿って自分の考えを a 語用紙に書いていくと。二つ目のテーマであります「まあ、非日常」。 日常とは少し変わった出来事特に私は高等学校に勤務をしておりますのでこの高等学校という場所は、まあ、学校自体そうなんですけれども、まあ、朝から夕方夜まで毎日日々が同じサイクルで流れますその中で時々、まあ、1か月に1回でも 2ヶ月に1回でも、イベントごとに1回でも、時々何か日常とは違う出来事があれば、まあ少しは、学校いいなと、学校ちょっと行きたいなと、行きたいなはなくても、行ってもいいかな、行けば行くとき行けども行く、みたいな感じで、 学校というものが、まあ、少し入りやすい場所に行きやすい場所になればと、まあ、思いながらこの非日常的な出来事を日々模索といいますか追い求める本当にデイジーを追っかけてるようなもう何で逃げる場ぐらいな感じで過ごしております、まあ、そこで12月 後半になりましたので、まあ、あのクリスマスの、えー、イルミネーションの時期がやってまいりました。まあ、昨年度から、まあ、自作で自分でちょっとイルミネーションを作りたいなと、まあ、LED と呼ばれるこの光のものを大量に購入して、それをハンダという、まあ、ハンダゴテを使って溶かして、まあ、くっつけていって、 でさらに防水加工が必要ですので防水の場合はこれもホームセンター等にあるんですけれども今回使用したものが透明ホースサイズが 12×14 と書いております、まあ、直径12ミリぐらいな感じのホースであればこの LEDLED LED もこれはあの並列に取り付けなければ 大量にでできませんのでもうこの直列ではなく並列というつなぎ方がまたややこしくてややこしくてでもまっすぐやっぱりするためにはもう並列でまっすぐというこの難題を、えー、課されたといいますか自分で課したと言った方が正しいんですけれども LED をつける時のイメージとしまして まあ自作でもし作られる方は LED という一つの光のちっちゃな電球です。2本線が出ております。まあ先週もお話ししましたプラスとマイナスという感覚の A と K と呼ばれる A がアノードで K が仮想度と大体大体じゃないです。確実に A から K に向かって電気は流れます。A から K、AK、AK、AKB。 AKB48? という形で、まあたい AKB48 さんで覚える方が多いかなと思うんですけれども、その A と K の一つ、交互につなぐイメージです。例えば3つ LED があれば、AK、AK、AK と、全部で6本足があります。その K と A、一つ目の K、二つ目の A、二つ目の K、 3つ目の A みたいな形で隣同士を交互につないでいくと。まあ、これはんだごてと呼ばれるものでつなぐんですけれども。ただこれですとイメージしたところ横に並んでいくのが想像できませんかで我々が作りたいのは横に並ぶよりも縦に並んでほしいと。そうしたらまっすぐ直線ができますよね縦に。まあ、上から 線みたいな形で考えてもよろしいんですけれども、縦に並ぶように並列に作ると、これが厄介で、縦に並ぶためには、A と K の2つの足のうちの、まあ1つ1本、A なら A をくるっと180度上に曲げないといけないんです。180度上に曲げることで、 LED の足が横に並んでいたものがまっすぐ縦の直線になります。上が A の足。で、真ん中にポコッと LED があって、下はそのまま K の足。A の足だけくるっと180度曲げてください。それでまっすぐな直線になります。LED が。その LED たちを。 チャーです本当にこれはもう「チャーつなぎ」という言葉しか見当たらないぐらいにハンダごてでつないでくださいただむやみ当たらに何十個何百個つなぐわけではなくこれもまた流れる、まあ、使用する電圧にもよるんですけれどもまあ大体20ボルトぐらいで、えー、電圧を調整して学校では 行いたいたと考えてて作っておりますので LED マックス6個ぐらい6個ぐらいでワンセットと思ってくださいだいたい6個ぐらいでワンセットのやつを203040とチャーツクリーのチャーツクリーですやっぱりその言葉しか見当たらないですねでさらにこの6個の LED に対して 一番上にやっぱり抵抗と呼ばれるこれまた先週お話しした明るさを調整する抵抗というものをつけますまあ今回470オームで抵抗をかましておりますので470オもムをつけた抵抗その下に6個の LED がきれいにまっすぐ並ぶとそれでワンセットです このセットをチャー作りのチャー作りでさらに作った後にまた A と AK と K という入り口と出口を結ばないといけないのでこの時は大体いい0.75平方ミリメートルの寄り線を使ってください。まあ、これもあのホームセンター等でえー購入できますので。 そしてまっすぐしてまあ絶縁テープで巻きながらの巻きながらまっすぐするとでまっすぐしたのが何名10メートルでもいいですし何メートルも出来上がったらそれを今度は透明ホースに入れて、えー、防水するというまぁ、あ、難の技といいますか最後の壁が待っておりますので必ず乗り越えてくださいまあ、その際は あのいろんなホースに LED を入れるやり方があると思うんですけれども、まあ、16に従って、まあ、何回3回4回の階段からホースを垂らしてで LED の端におも、まあ、りをつけてそこから中に入れていくやり方であったりホースを真横にして2人組ぐらいで中に1回線を通して引っ張っていくやり方であったりさまざ、あ、まな。 やり方を試行錯誤しながら、まあ、作っていってください。そして、まあ、そのホースに入れた LED を、まあ、止めないといけないですので口がホースは2つありますので入り口出口を塞ぐために今回使用したものがそれぞれ 13mm 用のポリ丸打ち込み蓋という蓋と ポリマルキャップというキャップこの2つで入り口出口を閉めておりますあもちろんその閉めた後はあの絶縁テープと、えー、ビニール補修用テープ、まあ、水や湿気に強いテープがありますのでそういったテープで補強まで行うとそれで完成ですで今年は ちょっと去年がのトランプの三つ葉のクローバー、えー、ハートダイヤスペードこの4つのマークを LED で作りましたので、まあ、今年はそれにプラスをして雪の結晶にちょっと挑戦しておりますこの雪の結晶まあ トランプマークもですけれどもやっぱり曲げたりする作業があると。でただホースを曲げるだけではブラーンブランになるだけだとなのでまあ一度針金なり硬いなんか素材を曲げて型を作らないといけないです、まあ、この際、まあ、電気の世界では、まあ、IV 線と呼ばれる銅、まあ、線がありますので。 この IV 線の2 0ト、mm、ルでまず型取り一度模型じゃないですけれども型を作ってあげますまあ雪の結晶なら雪の結晶をまあ、まあ、鉛筆ででもデッサンしてでそれに単線銅線 IV 線をはわしていくとでその雪の結晶の型取りができたものにホースで 作った5メートルなり1 0ルの LED を巻きつけていくと。で巻きつける際にやっぱり一番いいのが釣り糸です。まあ、透明な糸であれば何でもいいと思うんですけれども本当にあの頑丈ですし、まあ、釣り糸を今回7号のものを使ってまあ行っております。まあ、釣り糸を使って そのの枠に LED のホースを巻きつけていくともう本当にこれは途中で切れることもあるのでものすごい慎重に特に雪の結晶になると曲げてるスペースなり曲げる範囲がもうトランプのマークと比較にならないぐらい多いですので。 曲げる時に LED の足切れるなよと願いながら行ってください。それで結構うまくいくものですので。まあそういったことで今回雪の結晶を作ると。あまあこの放送も一1月ですので雪の結晶は作りました。でトランプもあります。でアーチもあります。 そのアーチトランプ雪の結晶の3つを組み合わせて今回はクリスマスイルミネーションとして学校の正門を入った正面の芝生のところに設置しております実際もう今日が12月のそうです13日ぐらいからは設置しております でこれで一応、まあ、完成とただやっぱりどうせであれば、まあ、電気を学んでおりますのでこのトランプを芝生に引いてトランプの4つのマークハートスペードダイヤであったりクローバーこれが足跡みたいになるように光を変えていきたいなと三つ葉が光って 三つ葉が消えたらスペードが光る。スペードが消えたらハートが光る。ハートが消えたらダイヤが光る。で今度は逆パターン。ダイヤが消えてハートみたいな。行ったり来たりの光にしたいなと。まあこういう作業の時に役立つのが PLC と呼ばれるものがありまして。 PLC プログラマブルロジックコントローラーというこれはあのパソコンに例えば3秒後に光ってほしい次のが1秒後に光ってほしいっていうプログラムを入力してそれを PLC と呼ばれるものに転送しますでその PLC ってやつにこの作ったトランプの、まあ、LED の線を 入力まあ差し込んだり、まあ、取り付ければそのように動作します。まあそんなカンナで PLC は今回オムロンの、えー、PLC を使ったんですけれども、まあ、その PLC のおかげで、えー、っと今回は足跡のように、まあ、LED が光ってくれました。まあ、このような形で あの電気で使う。このハンダ、ハンダゴテもそうですし、まあ、LED はもちろんのこと、まあ、ケーブルの電線であったり、この圧着、バナナジャックとか、そういったものを圧着したり、取り付けたり、PLC と呼ばれるパソコンで制御するもの。 まあ簡単に言うと信号機とかそういった何秒間につくとかもそうですしエスカレーターやエレベーターまあエレベーターとか特にそうですし自動販売機とか何かタイムラグで動くものとかこういったものに PLC やっぱり使われること多いですのでまあそういった授業なり実習もこの電気化那覇工業の 電気ででやっておりますので、まあ、こういった生徒が学ぶもので、まあ、実際に何か作ろうと思ったら、まあ、いろんなことができるとただ学んでるじゃなく、まあ、学んだもので何か面白いの作れるんだよと、まあ、そういったのに気づいてくれ,れたら、まあ、一番、まあ、ものづくりやって、まあ、幸せな瞬間じゃないかなと。 実際楽しいっていうのが一番なんですけれども、まあ、作ってるときは本当に幸せという言葉しかないんじゃないかぐらい、まあ、そんな感じで作っておりますので、まあ、一緒に作りたいっていう生徒がいたり、まあ、いなかったり、まあ、そんなこんなで今回もクリスマスのイルミネーションを作ることができました、まあ、こういった形で 学校でもそうですし、まあ、この、まあ、知識じゃないですけれども、こういったやり方が学べたからこそ、この FM 那覇さんの、まあ、ネオン看板、LED 看板も作ることできましたし、まあ、何かしら学んだことは外に出して、それで誰かがまあ喜んでくれたり、おおとか、 マジかとか奇跡かとか非日常かとか、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、そういった不思議なことがたくさん起こればいいのかなと、まあ、思いながらやっております、まあ、先週に引き続き、まあ、LED のイルミネーション先週は FM 那覇さんの看板今週は 学校の校内のイルミネーションについてお話をしました。また、非日常な出来事としまして、そうですね、夢がありますので、また私が最近見た夢についてもお話ししたいなと思います。これは12月9日、木曜日の夢です。 私の住んでいる村で王様の誕生日パーティーが行われることになったと会場に王様と執事が二人で現れたそのタイミングで我々三人が王様に問いかけた王様は前の王様を騙していたことをなんと新しい王様は以前の王様を洞窟へと呼び出しうまく騙して洞窟に閉じ込めたのです その一部始終を実は私がビデオに収めていました。また、真の王様が頭に巻いていたバンダナは、旧王様の反撃にあった引っ掛け傷を隠すためだということも分かっていました。この話を真王様につけると、まあ、顔を青ざめて戸惑っていましたで。私がビデオを流そうとすると、まさかの2階から弓矢が飛んできました。まあ、一応私は全て持っていた竹刀で、 払い落とすことができましたと。で、目が覚める。まあ、不思議な夢でしたけれども、まあ、目が覚めて良かったかなと。まあ、こういった時折見る、そして覚えている夢についても、お話をしたり、しなかったりしたいなと思います。え最後に、私の好きな曲を。 紹介したいいと思います今日紹介する曲は SMAP さんの「夜空の向こう」ちょうど高校1年生ぐらいの時に流行っていたようなイメージのある曲ですので紹介したいなと思います。「あれから僕たちは」 何かを信じてこれたかな夜空の向こうには明日がもう待っている誰かの声に気づき僕らは身を潜めた 公園のフェンス越しに夜の風が吹いた君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所を 今でもまだ締め付けるあれから僕たちは何かを信じてこれたかな窓をそっと開けてみる冬の風の匂いがした 悲しみっていつかは消えてしまうものなのかなため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた 歩き出すことさえもいちいちためらうくせにつまらない常識などつぶせると思ってた君に話した言葉は どれだけ残っているの僕の心の一番奥で空回まわり続けるあの頃の未来に僕らは立っているのかな すべてが思うほどうまくはいかないみたいだこのままどこまでも日々は続いていくのかな雲のない星空が 窓の向こうに続いてるあれから僕たちは何かを信じてこれたかな夜空の向こうにはもう明日が待っている というスマップさんの夜空の向こうを今日は紹介しました。また今後も非日常な出来事、まあ、ものづくり、これが一番ですけれども。そして、まあ、きちょりごと、まあ今回お話しできませんでしたが、まあ、じゃあ、きちょりごとについて。 そして最後、曲の紹介という流れでラジオを行っていけたらなと思っております。明日からの一日が皆さんにとって幸せな一日となりますように、さようなら。